動画編集に慣れてくると、同じ編集ソフトで作っている紙動画を見てびっくりさせられます。情報量が多い動画を作りたい。けれどごちゃごちゃした収集のつかない動画にはしたくない。そんなあなたへ、今回はテキスト配置で動画を華やかにしましょう。皆さんこんにちは。映像学区へようこそ。このシリーズでは、映像やデザインについて発信しています。動画編集で何かかっこいい演出をしたい、おしゃれな編集をしたいという人は多いでしょう。まず何をしますか？編集ソフトの使い方を調べるかな。大体の人がそうやってするでしょう。間違いではありません。大事なことです。しかしあなたの映像の表現、それはあなた独自のもの。時に、チュートリアルの外に出る必要がありそう。例えば動画にテキストを入れる前に、見せたい情報は何なのか、そして、見せなくていい、どうでもいい情報とは何か、をよく考えるのは大事です。見せたい情報が選べていないと、とんでもないことになります。ゆっくり実況のサムネなんかにはありがちですが、情報を詰め込みすぎたばっかりに、ごちゃごちゃすることがあります。ん？これはちょっと、スタイリッシュではなさそう。いい？まずは伝える情報を選べですよ。テキスト配置のコツは2段階。先ほど、伝えたい情報を選んでもらいました。ということで、まずは伝えたい情報に、アクセントをつける方法です。アクセントをつける、と一口には言いますが、やり方はいっぱいありますよ。でっかいテキストで表示するなり、四角で囲むなり、ゆっくり音声で読み上げするなり、人字や写体を使うなり、いろんなやり方で目立たせれば、それで OK。前回紹介した、デザイン知識があると便利ですが、それについては、いずれ細かくお話ししましょうかしら。はい。まあこの時点でいらない情報を切り捨てて、目立たせたい部分だけが、フレームの中にあります。でもあれ、なんか物足りないですよね。大丈夫です。驚くかもしれないけど、こういう情報の不足を感じたとき、くだらない情報を使って解決できます。くだらねえ情報です。次の章は、この動画の本題。くだらない情報を映像制作で有効活用する方法についてです。伝えたい文言は大切です。当たり前です。しかしそれだけで映像が成り立つかといえば、どうやらそんなこともないようです。軽くフレーム全体が埋まるくらいの情報量は欲しい。情報量がないのとあるのとでかなり違いが出ます。情報量を増やす方法として、背景に写真を置いておくとか、ノイズ巻き散らすとか、いろいろあります。ここで使える方法の一つが、小さくどうでもいい情報を書き込むやり方です。簡単な例を示しましょう。以前制作した首都高のアニメーション。この中ではたくさんのくだらない情報が出演しています。ちょっとだけ見てみましょうか。開始数秒でやってくる文字列。ABCDE とか1234とかマジで無意味ですよね。ETC20kg。いや開通ムービーに直接関係ないし、日本語の下のアルファベット、別に外国人が見まくる動画ではないし必要ありません。トンネルと橋、いやまあ書いてあってもはいはいって感じですよね。と、これだけくだらねえことを書きまくっています。でも、そんな割には違和感ないし、情報量的にはちょうどいいと思うんです。お前が素人だから、そんな反則技をやっているんだろ、っていう人もいるでしょうね。だけどこれって、プロの映像でも至極当たり前に使われている技術です。映像学区で再三繰り返しておすすめしている映像ジャンル、ギャルゲーのオープニングムービー。何でもいいのでとりあえず見てみると、キャラクターのサンサイズ、誕生日、性格経歴とか、別にゲームのセールスポイントでも何でもない情報でも、小さな文字で添えられていたりします。どうでもいい情報は、映像どころか静止画のデザインでも使われる手法です。セブンイレブンで買ってきた黒蜜を用意しました。パッケージには英語が書かれていますが、黒蜜は、この中の一文だけ。正直外国人もあまり見るとは思いません。むしろ飾りに近い文字列。そういうものなんです。もう一度言います。映像にはくだらないことを書いていいんです。作文やレポートでは、無駄を省いて表現することが求められますが、映像やデザインの表現はちょっと違います。ある程度どうでもいいことを書いたっていいわけです。
どうでもいいことを書くために、覚えておくことが2個あります。一つ目、目立ちすぎない小さいサイズで。多少映像に加えてもいいとはいえ、伝えたい情報が見えなくなるのはいけません。どうでもいい情報はどうでもいい情報なので、できる限り目立たない配慮をしましょう。基準はそうですね。映像を2周して、気づかれないくらいでいいのではないでしょうか。ギリギリまでフォントサイズを小さくし、ギリギリまで透明度を下げてしまいましょう。あなたの映像のコアなファンだけが、ニヤニヤできるくらいを目指して。二つ目、日本語より、英語表記で。作った動画の視聴者は日本人がほとんど、そういう人くらいしか映像学区には来ないでしょう。これは悪いことじゃありません。ターゲットを絞れますから。日本人向けの動画を作っているあなたは、どうでもいい情報を英語か記号にする方がいいでしょう。つまり半角英数字で打てる内容で。日本語で暮らしている視聴者は単純です。画面に英語と日本語が出てきたら、普通日本語に目が向かいます。文字を小さくしても、日本語は読みたくなっちゃうんです。少なくともうつ主はそう。とりあえず、意味のない半角文字列や英語にしておけばいいのです。英語をどうでもいい情報に配置するのはおすすめですよ。英語が下手でも、文字が小さいのでバレないし、変なことや滑るネタをアルファベットで書いていても、これがバレにくいというメリットがあるんですよね。図形メインな映像の中で茶番芸をするという、高度なことに挑戦したい作者さんには向いています。今回は、どうでもいい情報を映像で有効活用する方法についてお話をしました。今回は映像制作をベースにお話ししましたが、この方法はデジタルアートのあらゆる分野、それこそ萌えの背景とかでも使える技です。こういう画像が、こうなります。背景は、ガチでくだらないことです。くだらないテキストを使って、あなたの作品の情報量を増やしましょう。情報が溢れていると見にくいですが、情報が少ないと作品の完成度的に悲しいです。大切なのは、伝えたい言葉や内容を、レベル分けする意識ですよ。さて、次回は何について話そうかしら。